はい、どうも、タックです。では今回はですね、ヨカロイヤルゴルフクラブに来ております。では今回も、コースを回りながら解説をしていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは行きましょう。1番ホールやってきました。336ヤードパー4ですね。ここは左の方が OB で、右の方は一応セーフなんですけど、まあちょっと斜面になってるんで、まあ狙うとしたら右の方が安全かなと思います。ちょっとここも狭いんでね、しっかりと右サイド狙っていきます。OK、 右サイド、はい、フェアウェイです。ナイスです。ありがとうございます。セカンド来ました。フェアウェイですね。ここは、グリーン周り右手前左手前に大きなバンカーあります。で、距離が120なんで、ピッチングで打っていきます。おー、ナイスオン。あーだーす。あ、乗ったかな。あ、はい、3打目来ました。ちょっと手前でしたね。ここから上りですね、まっすぐかなと思います。残りが15ヤードぐらい、52度で転がしていきます。くっ、早い。ういっ、はい、グリーン来ました。ちょっと距離ね、1メートル半の嫌な距離、ちょっとスライスでいきます。よし、ナイスです。ありがとうございます。パーです。ナイスパー。はい、2番ホールやってきました。距離が479ヤードパー5ですね。ここは左右 OB で、ちょっとブラインドホールで奥が見えないですけど、基本的にまっすぐ、なってます。で、右の方にバンカー、あ、左の方ですね、左の方にバンカーが230のところにあるんで、ちょっと左は気をつけて、ちょっとあの真ん中のピンの右を狙っていきます。ちょっと右サイド、 OK、 ちょっと右ラフですね。はい、 OK、 セカンド来ました。残りが上り見て200ですね。ここはグリーン周りが右手前にバンカーですね、左手前にもバンカーがありますけど、ちょっとまあ上りがしっかりあるんで、4番で行きたいと思います。右や、バンカー、お、ナイスキック。ちょっと乗ったかどうかですね。行きましょう。はい、3度目来ました。ちょっとグリーン右でしたね。ちょっと外れて右の薄いところに来ちゃいましたけど、ダフらないように気をつけて打ちます。止まれ、おいっす。行きます。もう残りちょっとですね。はい、すいません、バーディーです。3番ホールやってきました。130ヤードパー3ですね。ここはちょっと見えにくいですけど、右手前の方にバンカーがある感じですね。ピッチングで、行きたいと思います。オーケー、乗りました。ナイス、ありがとうございます。はい、グリーン来ました。残りがこっからが6、7メートルぐらいですかね。上りのフックですね。ここは全体的に右からの傾斜が効いてますね。切れた、早い。よいしょ、ナイス、ありがとうございます。パーです。
い、4番ホール来ました。347ヤード、パー4ですね。ここも左右 OB で、まあ、打ち下ろしになるんでね、景色は広いんで、しっかりともう見えてる範囲で落としていきましょう。それでは、行きます。OK、フェアウェイ。フェアウェイですね。OK です。はい、セカンド来ました。フェアウェイ右サイドでしたね。ここはグリーン周りが右手前と左の手前にバンカーがありますね。残りが100ヤード、52度で行きます。うん、止まれ。OK です。乗りました。ありがとうございます。グリーン来ました。残りが、約5メートルぐらいですかね。上りのスライス。まあ、ちょっとここは上りがしっかりありそうですね。はい、来ます。ちょん。えい、パー、パ、パーです。はい、5番ホールやってきました。ここは282ヤード、パー4ですね。ここは一応左右ともに、OB ですかね。ですけど、まあ、右の方かなり多になってるんで、そこだけ入れないように、まあ、左の方が安全なんで左狙っていきます。OK、 真ん中、はい、フェアウェイです。セカンド来ました。残りが、60ぐらいですね。ここはもう右手前に大きなバンカーあるんで、まあそれ気をつけてちょっとふわっと上げてピタッと行きます。ありがとうございます。はい、グリーン来ました。まあ結構いいとこですね。上りのちょっとフックの、ここは4メートルぐらいですかね。ちょっとしっかりと入れたいですね。はあ、切れない。ほとんど切れない。はい、行きます。はい、ありがとうございます。はい、はい、6番ホールやってきました。距離が301ヤード、パー4ですね。ここも左右ともに OB になりまして、まあ、真ん中ですね、狙っていきたいと思います。で、ちょっとブラインドホールで奥見えないですけど、特に何もないんで、で、奥の方、的あるんですけど、それよりかは右を狙っていきたいと思います。来ました。フェアウェイ真ん中からですね。残りが90ヤードですね。で、ここはグリーンの手前にバンカー、左の方にもバンカーあるんでね、まあ、基本的に手前には落とさないように52度でいきます。あ、バンカー、バンカー入りました。はい、バンカー入っちゃいましたね。ここもちょっと顎が高いバンカーですね。で、距離がまあ12、3ヤードぐらいになるんで、まあ、ちょっと砂の質を気にしながら、ちょっとさらっとしてそうな感じですね。いきます。ナイスアウト、ありがとうございます。おっ、 OK、 まあまあ寄っていきましたね。ちょっと砂薄い感じがありますね、ここのバンカーは。 OK、 来ました。残りが 1.5 メートル、ちょいスラかなと思うんでね、カップ外さない程度にいきます。外した。はい、はい、ボギー、ナイスボギー。ここは459ヤード、パー5ですね。ここは
ここもかなり打ち下ろしのパー5になってて、もう途中で左ドッグレッグになってくるん で奥突き抜けるのがだいたい280、打ち下ろし見たら270とかぐらいで行くと思うんで、ちょっと飛ぶ方は気をつけて左を狙っていってください。まあ200、230飛ばすんでしたら真ん中ですね。僕はちょっと左の端を狙って250、60飛ばしていきます。ちょっと右か、転がってフェアウェイ出たかな。 OK です。有言実行、有言実行。はい、セカンド来ました。ここからもかなりの打ち下ろしになりますね。グリーン周りが右手前と左手前にバンカーあって、まあ、ちょっと打ち下ろしなんで気持ち悪いですけど、しっかりとここからは180、打ち下ろしがマイナス15ぐらいあるんで165、7番でいきます。ケース乗りました。はい、グリーン来ました。イーグルパットですね。残りが、6メーターぐらい、6メーターないかな、5メーターぐらいですね。ちょっとフックかなと思うんで、しっかり出たいですね、この距離。狙いすぎた。ナイスでした。はい、8番ホールやってきました。ここは距離が178のパー3ですけど、ちょっと今日は前なんで距離が160ですね。ここはグリーン周りが右手前と左手前にバンカーあります。まあそれ気をつけて、ちょっとここはねグリーン小さいんで距離感合わせて7番でいきます。8番やった、7番でいきます。はい、乗りました。ナイスオン、ありがとうございます。はい、グリーン来ました。ちょっと距離がね、かなり残ってます。15メートルぐらいあるんですかね。ここからはほとんど平ら、少しスライスで行きます。スライス、ナイスパーです。はい、9番ホールやってきましたね。ここは351ヤード、パー4ですね。ここは一応左右ともに OB ですね。で、まあ結構広くなってるんで、しっかりと、最後ね、狙っていきたいと思います。で、打ち上げなんでね、距離残るかもしれないんで、ちょっとね、距離飛ばしていきたいと思います。セカンド来ました。フェアウェイですね。ここはかなりセカンドからは打ち上げになるんでね、プラス15ぐらい足してもいいと思います。で、まあ、実質平坦だったら距離が110ぐらいと思うんですけど、上りが15あるんで125読んでいきます。で、バンカーは右手前にあるんで、それ気をつけて、ちょっとね大きめに9番で合わせていきます。トントンと、うん、行ってると思います。行きましょう。はい、3段目行きました。ちょっと思ったより手前でしたね。ここもね軽い真ん中から2段になってるんで、まあ、ピン奥だったらちょっとしっかりと狙っていかないといけないですね。ここはね、あのピッチングで転がしでカコーンと入れちゃいます。惜しい。すいません、行っちゃいます。加藤さん、はい、ありがとうございます。パーです。ありがとうございます。
はい、10番ホールやってきました。ここは395ヤード、パー4ですね。ちょっとティーグラウンドから打ち下ろしのミドルホールですね。で、左の方 OB で、右も OB なんですけど、真ん中から右結構タになってて、右の方行くとちょっとややこしいですね。なんでまあ、狭いですけど、しっかりフェアウェイ、真ん中狙っていきます。OK。ナイスショット。ありがとうございます。真ん中です。はい、セカンド来ました。フェアウェイ真ん中ですね。ここはグリーン周りにバンカーはちらほらありますけど、まあグリーンは結構広いのでしっかり狙っていきたいと思います。で、距離が170ヤード6番アイアンでいきたいと思います。OK、 乗りました。はい、グリーン来ました。もう残り、ワンピンあるかないかぐらいですね。しっかりと決めたいと思います。わあ、切れず。はい、すいません。ナイスパー。ナイスパーですね。あだす。はい、11番ホールやってきました。ここは337ヤード、パー4ですね。ここも左右 OB になりまして、結構まあ左右は広めですけど、少し右目の方が良さそうですね。フェアウェイ右狙いでいきたいと思います。OK。ナイスショット。ありがとうございます。フェアウェイです。はい、セカンド来ました。フェアウェイ真ん中からですね。で、ここは、グリーンの左手前に大きなバンカーあるんで、それだけ気をつけていきたいと思います。で、上りがだいたいプラス10ぐらいありそうですね。残りが149番でいきます。OK、乗りました。はい、グリーン来ました。残りが5メーターぐらいですかね。上りのこっからは若干フックと思います。ここはグリーンが真ん中からちょっと右左と、分かれて山になってるんで、気をつけて、ピンポジで寄って狙っていってください。曲がるかな。あ、惜しい。はい、すいません。パーです。はい、12番ホールやってきました。473ヤードパー5ですね。ここも一応左右 OB なんですけど、まあ左はすぐ OB ですね。右の方は一応隣のホール行っても一応セーフですけど、まあ隣行ったらもう大きなファーで、言ってくださいね。ここはまあちょっと右目狙いのフェアウェイを狙っていきたいと思います。うん、フェアウェイ右サイド、ラフかフェアウェイのところですね。出す。はい、セカンド来ました。フェアウェイ左サイドでしたね。ここはグリーン周りが左手前と左奥にもバンカーがあるみたいなんで、まあ左にピンが切ってた時はそれを気をつけて打っていきたいと思います。今日はまあピンが右なんでね。残りが185、5番でいきます。ちょっと左。よし、グリーン乗りました。はい、グリーン来ました。残りが11メートルぐらいですかね。上りのちょっとスライスありますね。ここはまあちょっと手前の方に流れてるんで、少し上りがきついかなと思うんで、ちょっとしっかりとスライスを読んでいきます。早い。微妙なバーディーパット。
か。切れず。OK です。おいっす。パーです。はい、13番ホールやってきました。ここは距離が143ヤードのパー3ですね。打ち下ろしが、だいたい5ヤードぐらいあって、今日はピンが奥なんで、まあ、ちょうど表示通り143でいきます。で、ここはグリーン周り、左の方に大きなバンカーありますけど、まあ、あんまり左右ともに行かない方が、で、手前谷なんでね、しっかり越えていけるように行きたいと思います。9番でいきます。OK、乗りました。ありがとうございます。はい、グリーン来ました。残りが、6メートルほどですね。で、ちょっとここまで来たら意外と2段グリーンになってたんで、まあ、真ん中から奥2段になってるんで、それだけ気をつけて、行きたいと思います。重たい。パーです。はい、14番ホール、来ましたね。456ヤードパー5になります。ここも一応左右 OB になりまして、少し上りながら左ドッグレッグに軽くなってるんですかね、のロングホールです。ここはちょっと、まあ、左よりかはちょっと右目の方がいいと思うんで、フェアウェイ右サイド狙っていきます。あるかな、行ってみましょう。はい、セカンド来ました。ちょっとかなり距離が残っちゃいましたね。260-70ぐらいあると思うんで、まあ、4番アイアンで刻んでいこうと思います。で、ここはちょっとね、左の方が浅くなるんで、まあ、なるべく右の方がいいかなと思います。では行きます。ちょっと右の方。 OK、 大丈夫です。はい、3打目来ました。ちょっと右ラフからですね。ここはグリーン周りが左手前と右の方にバンカーがあるんですけど、まあ、ここからだったら問題なくいけるかなと思います。残りが70ヤード58度でいきます。ちょっと打ち上げ。うわ、ちょっと手前でした。はい、4打目来ました。もうまだ手前でしたね。残りが20ヤードあるかないかぐらいですね。まあ、ちょっと入れちゃいたいと思います。ちょっと左。OK です。はい、グリーン来ました。残りがもうちょっとですね。もうしっかりと入れたいと思います。よし、ありがとうございます。パーです。はい、15番ホール来ましたね。394ヤードパー4ですね。ここは一応左右 OB でして、で、左の方が結構谷浅いんで、まあ、ここもちょっと右サイド狙いの方がいいかなと思います。いきます。うわー、右。大丈夫ですかね。行きましょう。はい、セカンド来ました。ちょっとまた右の方来ましたね。こっからは上り見てだいたい165ぐらいありますね。で、ここはグリーン周りが左手前にバンカーと、右手前にも小さなバンカーがあると思います。なんで、まあ、しっかり7番アイアンで行きたいと思います。届くか。 OK、 乗ってきましたね。ありがとうございます。
はい、グリーン来ました。残りが上りの、スライスの、何メートルかな、11-12メートルぐらいですかね。しっかりと、まあ、上りなんで打っていきたいと思います。スライス早い、グリーン早いっすね。シビアやぞ。よし、切れず、すいません、いきます。はい、ボギーです。ナイスボギー。はい、16番ホールやってきました。ここは360ヤードパー4ですね。かなりの打ち下ろしのホールになります。で、ここ左の方池あるんですけど、左の池までが打ち下ろし見て210あるんで、ちょっと飛ばしすぎるのは気をつけて、ちょっと右サイド狙っていきたいと思います。右の一本木、フェアウェイかラフかのとこですね。はい、セカンド来ました。ちょっと右ラフでしたね。ここはね、グリーン手前にちょっと右の方に、大きなバンカーあるんで、そこには入れないように気をつけてしっかりと狙っていきたいと思います。で、距離が、上り見てちょうど100なんで52度で行きます。いいんじゃないですかね。行きましょう。はい、グリーン来ました。まあ、いいところ来ましたね。ここちょっとグリーン来てみたら、結構手前と奥と2段グリーンになってるんで、そこだけ気をつけて、セカンドは狙った方がいいと思います。まあ、しっかりと入れたいですね。はい、すいません。はい、パーです。はい、17番ホールやってきました。ここは距離が123ヤードのパー3ですね。今日はちょっとティーグラウンドが左の奥なんで、まあ、ここからでしたら110ヤードぐらいですかね。で、グリーン周りが、右と左の手前に大きなバンカーあるんで、それだけ気をつけて52度で行きます。ちょっと短い、手前でした。はい、セカンド来ました。ちょっとまだ手前ですよね。ここからは残りが15ヤードぐらいですかね。52度で転がしていきます。うん、OK。 はい、すいません、スンといきます。はい、すみません、パーです。ナイスパー。ラス。はい、18番ホール最後ですね。361ヤードパー4です。ここは左の方が OB で、右の方は一応セーフですね。で、左右にバンカーあるんですけど、あのバンカーはだいたい左は170ぐらい、右の方は200ぐらいで超えるんで、まあ、そこは気をつけてちょっと左目狙っていきます。左、OK、フェアウェイですかね。ありがとうございます。はい、セカンド来ました。ここはグリーン周りが右手前左手前の方に大きなバンカーあるんで、まあ、それだけ気をつけて残りが125ヤードピッチングでいきたいと思います。
はい、グリーン来ました。いい感じのところですね。残り3メートルぐらいのフックライン。バーディーパット、最後、決めたいと思います。ありがとうございます。